ごきげんよう、ボンバーモーセイメです。今から聖書で浄化をしていきます。はい、お待たせいたしました。今回はイラン、大統領というネットのニュースもあるので、今回は大統領とお伝えいたしますが、イラン大統領がヘリコプターの事故で亡くなりました。今回の件、イスラエルは関与否定、アメリカも関与をして否定しています。見ていくのが、イスラエルが関与しているのか、アメリカが関与しているのか、もしくは事故なのか。はい、これを今日はこのルノルマンカードで見ていきたいと思います。今日もね、聖書が非常に燃えていますね。はい、じゃあ見ていきたいと思います。ちょっとボールペンすみません、よいしょ、ボールペン。はい、ありました。じゃあこのボールペンで、はい、いきます。今回のイラン大統領の、ヘリコプターの死亡事故、もうちょっとシャッフルしようかな、イスラエル関与、アメリカ関与、もしくは事故。はい、じゃあいきます。さて、まず過去に出たカードが国家権力というカード。とりあえずね、次のカード未来になるんだけど、見てみましょう。未来が有利。さあ、まずここから考えられるのは、やっぱこうどっかの国が関わってるよね。事故っていう感じじゃないかな。国家権力っていうのがね、出てるから。で、まず今からここにアドバイスを出していくんですけど、左がイスラエル、真ん中がアメリカ、そして事故なのか。はい、出していきます。まずイスラエルね。イスラエル、ハート、そしてアメリカ、棺桶、そして次は事故、事故。さあ、そしてまた今日は左がイスラエル関与、真ん中アメリカ関与、事故でカードを出していきます。イスラエル、アメリカ、道、はい、そして事故、女性のカード。女性がリバースで出たので、リバースで出しましょう。あと1、ちょっとどうしようかな。まずここで1枚か。まずじゃあここで1枚ね。今回の結論みたいな形が、まず今回が1枚。女性のカードとか人気とか、そういうカードが出ていて。で、あと1枚ずつ全部出します。まず過去。タワーと雲というカードが出てるので、これやっぱどっかの国が絡んでいるんじゃないでしょうか。そして
木と庭。今回の事故のことで、どこかの国から見ると喜ばしいことみたいな、これで何かが開けるぞみたいな、例えばどっかとどっかの国交が例えば復活するとか、なんかそういうふうに、このね、イラン大統領には申し訳ないんですけれども、そういうふうにこう喜んでいる人たちがいる。はい、そしてさあ、ユリと木が出て、なんかこれカードのイメージですよ。なんかおじいちゃん長生きとかね、そういうイメージがあるかな。はい、じゃあ左がイスラエル。イスラエルがね、ハートと木。ハートと木で、アメリカが棺桶と木。同じ木ですね、木。そして事故。釜と手紙。はい。そしてもう一回見ていきます。イスラエル、アメリカ、事故。イスラエル、怒り。アメリカ、ネズミ。そして事故、山。さあ、まあ結論というかね、結論が月とリング。さあ、これをね、どう見ていこうかな。イスラエル、イスラエルのカードが太陽と怒りと、まあアドバイスがハートとキーなんですよね。すごく明るいカードがはっきり言って出てるんですよ。なんか今回明るいイコールいいのか、それともこう暗いイコール良くないのかっていうのが、これどっちかなっていう感じなんですね。イスラエルからすると、ああ、イスラエルじゃないかな、これ。むしろやっぱりここのアメリカ、なんかね、アメリカっていうのが、あ、ここね、道。道とネズミっていうのが、まあ、その国を、例えばですね、弱体化させてこう弱まらせるみたいな、そういうのを目論んでたと思うんですよね。で、アドバイスが、まあ、この棺桶が出たし、木と棺桶って命を奪う。ああ、アメリカかな。アメリカかなって思います。なんかね、あと一個何かあるかもしれない。対イランに対して。あるかも。ああ、私はこれ今回アメリカかなと思って。じゃあね、事故っていうところでもね、見たんだけど、まあ女性と山のカード。そして、釜、まあ確かにこれ釜って事故っていう意味あるんだけど、事故と手紙が出てるから、女性、この女性が誰を表すかわからないんだけれども、誰かがこう注意喚起したとか、何らかの、今回例えばですよ、アメリカが何らかの、まあ、細工みたいなのをしたとする。まあ、指示を出したとする。それが原因でっていうふうに捉えることできるかなと。で、まあ、今回そのこの人が、ね、もしかしたら犠牲者なのか、何かこう働かされた人なのか、どっちかなっていう感じはするんだけど、もしかすると、ね、この大統領の例えば奥さんっていうことも、いや、考えられるかもしれないけど、ここがな、女性と山。山。
これ実行を、できなかったイコール事故じゃないって見ていいかな。むしろやっぱり私は山だからね、動かないっていう意味なんですよね。で、この女性、動けないとも見る、山だから。でも、ここは事故じゃないっていうふうに捉えることができるかなと。で、ここのね、結果のところが明るいカードが出てるんですよね。月とリングという。今回、ここもそうなんですよ。キーと庭っていう、どっかとどっかのね、国が協力し合うみたいな、そういうものが出てるので、今回の事故、死亡事故によって取引が行われているような気がして、で、ね、ここで女性、あとね、ここに太陽出てますよね。イスラエルのところに太陽、結果に月っていう太陽と月、そういうのが出てるので、もう結果的にはイスラエルが、どっかの国と組んで、喜ばしい、イスラエルは関与してなかったにしてもですよ、関与したのがアメリカだったにしても、例えばアメリカとイスラエルが手を組んでよかったみたいな、そういう結果になり得るのかなっていう感じで見ています。今回イスラエルじゃなくて私はアメリカかなと、事故じゃなくてアメリカかなと、いうふうに感じました。はい、皆様はいかがでしたでしょうか。またね、ちょっと深掘りしていこうかなとも思ってます。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。